バコですら多分あの大変と思われるかもしれない。あのよちよち歩きだったのが独り立ちしていくっていうところは大変ですけど、その積み重ねがあの楽しんでるっていうか、このうちに山村留学で来てる子たちも言葉にはできない何か感じてることとか、どれだけこう感じられるかなとか、そこを常にこう大事にしたいっていうかね。自分のところに来てくれた子でこうやって一緒に暮らしてる子は2人だけど、たくさんいろんな子供と出会って、なんかその人たちの変わっていく姿に一緒にいられるなんてすごい幸せで、年齢を刻んで7年目に、あの8年目に今年なるんですけども、やっぱ自分っていうのを持って常に働き盛りみたいな、その村の人たちは子供が宝だって言葉にも言うし、自分の子供だけじゃなく、やっぱ社会を変えるにはまずは自分たちで、次の来てくる周りの人たちって、でやっぱり今馬耕米をみんなで作ったり、自分たちの食べるものをあの1年分作るっていうとか、一緒に作って未来を作っていける仲間を育てていきたいなと。社会って見るとなんか変えられない気がするけどさ、結局社会って一人一人だから、一人一人が力つけて私は私っていうイエスって生きていけばさ、もう結果変わると思うんだよね。この人間だけじゃない、この地球の上にいろんな生き物が暮らしてるんだっていうことが、本の教科書の中でわかるとかじゃなくて、もう当たり前にいるっていうのがね、ここに来た人たちの和らぐ感じがね、やっぱ馬が作ってることは大きいなと思って。じゃあ人が一人一人がね、幸せそうにその場にいる場を作る一人になれてるっていうのを感じられるのが一番、あ、私が幸せなんだと思って。その時にやっぱビンゴがいて幸せになってる人の笑顔を見ると、馬の力すごいなって思うしね。